はい、皆さんこんにちは、ワダリゲルフィッシュです。では今回は帝国の決断3パーキットセガサタン版レイテオキ回戦プレイをしていきたいと思います。前回まずですね、アメリカ軍の艦隊と一戦交えたんですけども、ちょっといろいろ作戦上のミスなんかもあってですね、大損害を被りまして大変申し訳ないんですが、今回やり直しプレイ、早速なんですけども、やっていくことになります。主な変更点なんですけども、まずですね、台湾の基地航空隊です。前回は全部一式立航に固めて、護衛機なしで、米軍の機動部隊に一式立航が突撃を敢行したんですけども、大損害が出てしまったので、ここはやっぱりですね、護衛機をつけなきゃいけないね、ということで、冷戦の52型を配備、増やしています。これで、しっかりと一式立航をね、守ってもらおうという作戦です。その代わりですね、レイテまで残念ながら冷戦の52型届かないので、主な作戦領域はですね、まさにレイテ沖、この辺りを中心に敵艦隊を発見したら攻撃するというのを想定しています。続いてレイテなんですけども、ここもですね、基地司令を変更しています。基地司令は栗林さんについてもらってます。栗林さんはね、ご存知の方も多いと思うんですけども、伊予島の戦いで有名になった人ですね。なんといっても陸戦が46と、最強クラスに強いので、栗林さんに伊予島からこのレイテへと転身してもらって、ここで活躍してもらおうというふうに思っています。で、続いてですね、ラバウルとウェバクなんですけども、この2つの基地に関しては攻撃機、爆撃機は全部引き上げて、戦闘機のみに、配置を変更しています。で、しかも直縁を 100% にしてですね、ここはもう敵の航空戦力とドッグファイトを基地上空でやってもらう。そういう作戦ですね。主な変更点は以上になります。ではこれで時間を進めていきましょう。何としても米軍を叩き潰しましょう。艦隊出撃しています。第2艦隊大和武蔵、第3艦隊は金剛、この第2第3そして第4艦隊ですけども、この3つの艦隊のうち、まずですね、大和武蔵に関しては早速レイテからさらに、マリアナ諸島方面へと進出してもらって、敵機動部隊と直接砲撃戦を狙います。第3第4艦隊に関してはレイテに陸戦隊を送り届けるのを最優先にします。で、機動部隊に関してはですね、前回の戦いでは敵空母部隊と交戦したんですけども、今回は台湾で温存します。最終的な航空決戦を行うために虎の子の機動部隊は温存、これもね、大きな変更点になります。で、硫黄島に関してもですね、攻撃機、爆撃機は全部引き上げて、もう全部戦闘機にしてあります。ここも硫黄島上空で、サイパンやグアムのアメリカ軍航空隊とドッグファイトを繰り広げる、そういう戦いをしていきたいと思います。さあ、現状のレイテの守備隊の数なんですけども、77と、一定数はあるんですけども、飛行場を持っていないので、敵の空爆に守備隊が無防備なので、あっという間にすり減るというのは前回もご覧いただいた通りです。そのため今マニラに入っている第5艦隊ですね、これ早速レイテに進出させて陸戦隊を下ろしてきます。できればこれすぐにやりたい内容ですね。そして敵艦隊、13隻、これは前回確認したところ潜水艦隊ですね、無視しましょう。マニラの基地航空隊も無視、メナド、ダバオ、タウイタウイも同じです。あくまでも敵機動部隊の出現を待ちましょう。で、あらゆる航空戦力をこのフィリピン周辺に集結させているので、まさにですね、この
フィリピンの攻防戦、レイテ海戦が日本軍にとって、最後の反攻のチャンスと捉えてですね、プレーの方を頑張っているという状況ですね。ではレイテなんですけども、先ほど77あった守備隊、早くも66まですり減らされています。ただ第3艦隊がまずは入りましたので、ここで、いち早くですね陸戦隊を下ろしておきたいと思います。では陸戦隊を下ろして90まで回復させました。この後陸戦隊を下ろした第3艦隊はフィリピンと、ペリリューの間ぐらいに展開して、敵機動部隊の捜索に入りましょう。はい、ダバオの基地航空隊が敵艦隊発見しました。これは潜水艦隊ではないですね。早速、一当てかけてみたいと思います。数を見てね、戦わずして引くか突撃するか決めたいと思います。全87機一旦出撃します。敵の直縁71という数ですね。一応陣容までは確認してから撤退しましょう。敵ですが空母がいますね。直縁の数も豊富だな。この数相手に戦うのはちょっとしんどそうなので、戦わずして一度引きましょう。空母艦隊であることは確認ができましたね。アメリカ軍の第9艦隊です。激戦が続いてますが、第5艦隊が、なんとかねレイテにたどり着きましたので、レイテにまた陸戦隊を下ろしましょう。陸戦隊を下ろしたこの第5艦隊、志摩さんの艦隊ですが、これに関してはですね、もうひたすらレイテとマニラの間を往復してもらって陸戦隊を、送り届けてもらう、そういう任務についてもらいたいと思います。現状のレイテの守備隊の数60です。さあマニラの基地航空隊ですね、アメリカ軍の第9艦隊捕捉してますので、これに攻撃加えていきましょう。空母6隻ですね、これ全部仕留めたい。15機だとちょっとさすがに数が足りないですね。見送ります。さあ敵艦隊ロストしてたんですけども発見してます。機動部隊の方は台湾を出撃して、マニラ近辺に展開させて哨戒活動、主に偵察任務に入ってもらおうというところで発見した敵艦隊なので、一応ですね敵の陣容を確認しておきましょう。先ほどの第9艦隊とはおそらくまた別の艦隊だと思います。全出撃です。ちなみに台湾の方でですね、各空母に冷戦補充してあります。ここも偵察だけで、機動部隊がね、攻撃を受けないように距離を取りましょう。102機の直撃、相当な数ですね。敵空母いますね。数も多そうですね。確認でできただけで4空母いるようです。では台湾の基地航空隊ですね、この距離届くかどうかちょっと微妙かなと思うので確認だけしましょう。で先ほど発見したアメリカ軍の4空母を寄せる艦隊ですね。残念ながらここも冷戦の52型が届かないですね、距離がね。であればちょっと見送りたいと思います。続いてマニラの基地航空隊ですね、数が50とあまり距離的に出せないですが、敵の直縁機の数も6と少ないので、ここはちょっと攻撃仕掛けてみましょう。できればここでね、空母にダメージ与えておきたいなというところですね。ここに空母が、全部で4空母いるという想定になります。とんでもない数を落とされますね。敵の対空防御にかなり損害が出てますね。ではここから敵の空母に直接攻撃仕掛けていきます。
まあ、主に飛竜ですね。主戦力となっているのは。で、50機出して。期間ゼロですからね。航空戦はちょっとまともにやっても勝ち目がなさそうですね。まあ、ただ、それでもね、繰り返さなければいけないというところですので、しっかりやっていきたいと思います。新たに敵の艦隊ですね。ダバオの基地航空隊です。これもちょっと敵の数不明ですが、確認しているために出撃しましょう。前期発進ですね。敵の直撃の数71。これ先ほどの第9艦隊と見て間違いなさそうですね。ここもちょっと現状は戦える数ではないので、あくまでも戦艦部隊が突入するためのおとりとして使っていきます。メナドの基地航空隊です。数がまだ、十分ではないところではありますけども、ここも電気出撃していきます。ただ戦闘機護衛機がつけられてない状態なので、ここも敵の数次第では即時撤退ですね。特に敵の対空防御が強いというのがよくわかりましたからね。残念ながら金剛が撃沈されてます。第三艦隊ですね。まあ、第三艦隊同士の戦いということになりましたけど、迫ってただけにちょっと残念ですね。残念ながらレイテの港が破壊されてしまいました。残っている守備隊の数87。これでなんとか守りきらなきゃいけないという状況になりそうですね。さらに敵の空母艦隊発見してます。確認できているだけで敵の空母艦隊が3つですね。画面上マップに出てると思います。このうち一番近い艦隊、第9艦隊だと思いますが、ここから夜襲を仕掛けていきましょう。敵は空母6、駆逐艦7、味方は巡洋艦5、駆逐艦6。残念ながらね、金剛がたどり着けなかったというのが痛いですね。ここに金剛がいれば、もうちょっとね、期待できた戦いになったかなと思います。では、敵の空母に攻撃仕掛けていきましょう。軽空母、2隻確認しましたね。ここはできるだけね、味方の損害が出たとしても、敵の空母を仕留めるというのを優先していきましょう。ただ第9艦隊はね、味方の艦隊も損害出ましたけども、引き換えとして軽空母ですが、4空母を撃沈しています。さらに敵の空母発見してますね。いや、数多いなぁ。ここには5空母いますね。ちょっと追撃戦に移って敵の空母にヤマトで直接攻撃仕掛けるっていうね、そういうシチュエーションを作っていきましょう。さあ、味方の機動部隊ですけども、先ほど攻撃した、アメリカ軍のね、第9艦隊に対して、ここも威力偵察を行っておきたいと思います。では台湾の基地航空隊ですね。数だいぶ揃ってきましたので、今回は前期出撃していきたいところですけども、冷戦52型がちょっと届かないですね。見送ります。代わりにどうだろう、近い敵の艦隊には届きそうですね。ここ、空母4という数ですね。ここにちょっと攻撃仕掛けていきましょうか。もう思い切って。敵の数が多すぎるんでね。全238機出撃していきましょう。航空隊の数は3つに分けます。敵、空母の数、尋常じゃないですよね。直撃機の数74という数です。では、航空戦です。
対アメリカ軍の第4艦隊と交戦しましたが、正規空母レキシントンのいる部隊でしたね。航空戦ではちょっとやっぱり勝ち目が、まあ、ないかなというところなので、まあ、なんとかね、戦艦部隊で攻撃戦に持ち込みたいですね。ではマニラ、ダバオ、タウイタウイと連続的に今攻撃を仕掛けたアメリカ軍の第4艦隊ですね。ここに攻撃を仕掛けていきます。ここも前期出撃でいいでしょう。編成はここも3部隊に編成して出撃です。先ほど直縁機だいぶ落としてるので敵の直縁の数17とだいぶ少ないですね。この後期逃さずに歴史と歴史史にかかりましょう。正規空母レキシントン撃沈してます。残っている敵空母、まあ軽空母だと思いますけども、これも撃沈して回ります。では今の第4艦隊の、陣容もちょっと確認しましょうか。敵の第4艦隊ですね、空母3、戦艦2が残っているこの艦隊、さらにここにはアメリカ軍の第9艦隊、これ軽空母2が残っていますね。そして新たに発見している敵の艦隊、ここは空母5。そして一番遠いところにいますけど、ここも空母艦隊で空母4。まだ空母の数、まあ、ざっとですね、14、5隻残っているっていうのがアメリカ軍の陣容です。これに対して日本軍ですけども、まずですね、先行している第3艦隊。これがちょっとダメージ損害出てるんですけども、引き続き、敵の空母艦隊に突入戦を仕掛けてもらおうというふうに思っています。まあなんとかここでね、一矢報いてもらいたい。まあそういう思いですね。では、ちょっと長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、引き続き栗林さんにレイテを守ってもらいながら、攻撃戦になんとかね、持ち込むという戦いをやっていきたいと思います。